いよ後半はね、あのクリスマスムード、満点でお届けしたいと思いますけれど、楽しんでますか皆さん、はい、ありがとうございます。こちらもめっちゃ楽しんでますので、今日はね、素敵な思い出とともにですね、日野市を後にして、ね、日野市の素晴らしさについてね、あの各自治体で広めていただけたらと思います。さあ後半のステージですけどね、まずはですね、素敵な、ゲストシンガーの方、をご紹介したいと思います。もう彼とはね、かれこれもう10年ぐらいなんのかしら、長い付き合いをさせていただいておりますけれどね、ヨンデンバーも歌ったこうアメリカンの、なんでしょうね、あのトラディショナルな、オーソドックスな、ナンバーを、彼には歌っていただいて、こう、なんでしょうね、結構アメリカの空気をね感じていただけるような力強いボーカルを、ご堪能いただけたらと。なんか変なこと言った俺大丈夫、あ、そうなのはい、それではご紹介したいと思います。パンチョ朝倉さんです。いや気持ちが大事でしょう、はい、あなたに負けないように今日来たんだ。本当だ、素敵ね、素敵なお召し物とともにご登場いただきましたけどね。俺より高いんですよ足が短いのがバレちゃうじゃないね。わざとに決まってるでしょ。そうだね、さっきも下げたけどまた上げといた、うんね、さあ今日はパンチョさんはあれですかね、どんな曲を歌ってくれるんですか。知らないよ。うん、知らない。いや俺は知らないよ知らないの、お互い知らないんだ。そう、うん、まあ今日はいいじゃない、いいじゃない、うん、じゃあいつものやつを、いつものやつをね歌っていただきましょう。はい、はい、じゃあ、あとはよろしくお願いします。はい、あれを これをそれをとね、当バンドの色物を担当しておりますので、ありがとうございますね。正統は竹内さんでございますけど、パンチョはパンツじゃないですよ、パンチョということで、では参加の方に聞きますかね。もう言うたって知ってる人は知ってる、知ってられない人は知らないというで、では行ってみましょう。It's gone, the cold of the night, cloud of the night, and the hand on your shoulder. They track out on the whole line, mile away, widening out the lead just to make it colder.In an hour with my head laid up in the sky, can they know that I know a fire is softly burning, suffer from the storm, life in your armsThank you.
私のあだ名パンチョっていうのはね、私はほぼ100キロぐらいあったんですよね。今は70キロぐらいしかありませんけど、その100キロぐらいの時にね、仲間がパンパンだねって言って、パンチョってあだ名がついたのが今を、使っております。最初の曲はね、皆さんが歌ってくれるもんですからね、手抜きを相当しましたけど、一緒に歌われると困るんですよね。本当に嘘を歌ってるのすぐバレちゃうからね。あ、もうちょっとこっち行こうか。はい、次の曲はあんまり知らないだろうと思うんですね。ジョン・デュボン歌ってますけども、もともとはジェリー・ゼフ・ウォーカーというね、カントリーフォークをよく歌ってる方ですね、が歌ってる曲で、まあ有名なのは、タップダンサーのね、なんだあれは、サービスデイビーズみたいなのが歌った噛んじゃったよ、歌って有名になった曲でございますよね。食いっぱずれたボードビリアン、ね、有名な、なんだ、ミスターボージャングルと名乗ってたというね。ミスターボージャングルが地味、サンビー・デイビスの先生だったんで、僕はてっきりその歌を歌ってるんだと思ったら、そういう名乗ってるやつと一緒に
歌の子に入ったんで、ジェイカーのね、でそのことを歌った歌です。非常に寂しい歌では、今やもうね、一杯の酒のために安酒場で踊ってるというね歌でございますけど、聴いてください。ミスター・ボン・ジャングル。I knew a man who jumped down the dance floor. One arm shoe, silver hair like just the baggy pants. The old shoe, jumped so high.I met him a silver moon in the world. Down in the hall, he looked me to die. I don't care. Just from my heart, total love.Lucky chance to find the fun. Oh, 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 let go, love, let go, love. So I can go all alone. I miss the boy.2週間近く声が出なくて、練習もできないで、今日本当に声が出るのか心配なんですね、もうすでに声枯れてきてしまってるんで、大変申し訳ない、僕も長いことやってて、先々週のライブを穴開けて寝られなくて、ね、
今日は本当出られるかどうかもね、最後ギリギリなんとか、まあ声が出てるっていう、ちょっと、しんどいんですけど、この次の曲潰れても歌ってこの曲を歌ったら、あと一曲は武井さんにごまかして歌ってもらえないかなので、それでは、この歌もね、ジョン・デンバーがなぜこの歌を歌ってるのかが非常によくわからないですよね。まあ、ただ、皆さんもザ・バンドってご存じかどうかわかりませんけどね、カントリーロックのグループですけど、つい先ほどね、有名なそこのギタリストが亡くなりました。彼のあれを込めて今日は歌ってみたい。ただ声がぐちゃぐちゃなのでちゃんと歌えるかどうかっていうのは分かんないですけどね。いや今日ね一滴もお酒飲んでないんですよ。普通はね酒飲んで歌うんだけど、どうしようもないね。何部かねリッチモンでね何部か負けた。でそれで南部が終わっちゃったよっていう、ね、歌でございますけどね。でも、日本で言えば会津若松と同じで、ね、俗文になろうが何であろうがどっこい、ね、生きていこうというね、まあ、そういう歌でございます。The Night of the Singer。La la 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 la
嘘歌おうがね、終わりは勝ちだよ。いやー、お疲れ様でした。かろうじて、乗り切りましたね。いや、ね、これね、おさめなくても戻るからひどいんだよ、心配するじゃないですか、声がこうカサカサになって。だけど、乾杯とか、ね、飲んでるうちに普通の声に戻るんだよ。いい性格なんだよ、俺。じゃあまさにそんなパンチョさんのことを歌ったような次の曲ね、素敵なね、歌いましょうかね。お父さんも頼むから、クリスマスの晩に酔っ払って帰ってこないでという、あの子供の切なる願いをね、したためた歌ですけど ね、うち子供いないから。そうだよ、だから母ちゃんだけだから。あ、そう、ごまかせの母さんごまかせだ。聞かれちゃダメでしょうよね。手の内をそんな。そうでしょう、はい、じゃあそんなね、こんなでね、はい、そんなこんなでパンチョさんのことを歌ったフリーズダディをね、お届けしたいと思います。フリーズダディ Don't get drunk this Christmas、気をつけてくださいね。暗くなっておりますので足元にお気をつけてください。多分だよ、ブツブツ言いながら去っていきましょう。はい、それではね、後半のステージ、まずはあのパンチョ朝倉さんの味わい深い、曲をねお届けしましたが、ここからはね、クリスマスナンバーをね、お届けしていきたいと思いますよ。皆様おなじみの曲もあります、おなじみじゃない曲もあります、クリスマスソング。じゃあまずね、もうその名もザ・クリスマスソングというタイトルの
曲からねお届けしていきたいと思いますよ。はい、ではよろしくお願いします。テイク2 Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir.Folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow.On a sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92.Many times, many ways, Merry Christmas to you. May all that said is on his ways. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many timesMany ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. The Christmas songお届けしました、続きまして、これもね、この季節になるとね、こう聞くと話に聞こえてくる曲だと思うんですが、シルバーベルズというね、日本語にすると銀の鈴ですよ。東京駅の待ち合わせでおなじみ。今も銀の鈴で待ち合わせる人っているんですかね。ね、いる。下だからあんまりいない。東京バナナをお土産に買ってね。まあ。ゴミ盛りですね。もう少し飲んだらちょっと。まだ声が戻らないです。ね。もうちょっと泣くから。じゃあ皆さんね、よく聞いててください。このガラガラの声がね、飲んでるうちに治ってくるんですよ。ちょっと僕の歌をもう聞きながら、パンチョさんがこういかに回復していくか、その様子を、ね、見届けていただきたいと思いますが、さあじゃあ、東京駅でおなじみの銀の鈴、シルバーベルズを聞きいただきたいと思います。
city sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feelings of Christmas. People passing, children laughing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring a ring, hear them ring, soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. スリルにあふれるシルバーベルズ、ね、すごいトリッキーなアレンジだったよね今。斬新だ。攻めたね、うん、ちょっとね今の銀の鈴は待ち合わせがうまく いかなかった若干のすれ違いがありましたけど、そう最後会えたね。途中なんかあれ場所間違えたかなみたいな最終的には、会えます会いましたね。さあ次の曲はあこれはねあれですよ、あのジョン・デンバーの、まあ、ジョン・デンバーがオリジナルアーティスト、ジョン・デンバーのクリスマスアルバムに入っていた、曲なんですけれど、カウボーイのクリスマスという曲なんですけれど、カウボーイには盆も正月もクリスマスもありませんというね、なんかそんな、ことを歌ってるんですよ。もうクリスマスだろうが我々はもうあの野っ原で牛を追って、ね、なんか焚き火をあの燃やしてなんか夜空に満天の星が見えます、それが僕らのクリスマスツリーなんですみたいなことを歌ってますけれどね、本当に、ね、カウボーイのクリスマスが そういうものかどうか知りませんがね、もっとなんだろう、あのマテリアルな、ね、シャバいクリスマスを送ってるカウボーイも多いんじゃないかと思うんですけれど、なんかあのだってたあの焚き火をしてそのなんか夜空に星が輝き、なんだっけ吹く風が、ね、賛美歌のようですみたいなすごい敬虔なことを歌ってるんですけどね、敬虔の気持ちで歌わせていただきたいと思います。お聴きください、カウボーイのクリスマス。Christmas
Christmas tree light. The wind sings a hymn as we bow down to pray. Christmas for cowboys, wide open rain. Snow-covered lane. So many gifts been opened today. Eyes on the sky and a wide open lane. It's Christmas for cowboys, wide open lane. ありがとうございます、クリスマスフォーカウボーイズという、ね曲でございました、続きまして、これもねあのジョン・デンバー の, あのオリジナルの、クリスマスソングですけどね、これはねあの何でしょう、個人情報系、まあ、ジョン・デンバーいろんな曲がありますけどね、ジョン・デンバーの親族にねプライバシーはないんですよ夫婦仲がうまくいってなきゃね、なんかそれも歌詞にされちゃうしね。次の曲はね、まあ、あのそこまでじゃないんですけれど、あのジョン・デンバーが、養子をね迎え入れた時にザッカリー君というね、アメリカンあネイティブアメリカンの、血の、入った、子供をね、こう スーパースターだった頃に迎え入れるんですけれど、そのザッカリー君というね、子供の、名前を歌ってますね、最後あの曲終わりにメリークリスマスリトルザッカリーっていう、ね、メリークリスマスエヴォワ。でこれ元、まあ、どっちが先か分かりませんけど、ジョン・デンバーがこう フランク・シナトラにあの書いた曲でもあるんですよ。そのフランク・シナトラとこうあのツアーマネージャーがあの同じ人がやってた時期がありまして、ジェリー・ワイントローブという、まあ、エルヴィス・プレスリー の後期のツアーマネーとかもやってた、すごいあの若いんだけど凄腕の、人がいて、まあ、ジョン の、あのパーソナルマネジメントとかもして、彼のことをこう大スターに育てた、まあ、立役者で、ある人なんですけれど、そうそう、そんでそのゼリー・ワイントローブつながりで、フランク・シナトラがとジョン・デンバーがちょっとこうレイクタドフォのショーで共演したりとか、テレビショーを一緒にやったりとか、あのすごい接近していた、音楽的に交流のあった時期が、あったんですけれど、その頃、フランク・シナトラに孫娘が生まれまして、アンジェラちゃんというね、あの孫娘ができまして、でジョン、ちょっとクリスマスソング書いてよみたいな、ことを頼まれた、ジョンが、一曲したためた。だからフランク・シナトラのバージョンはメリークリスマス、リトル・アンジェラと最後歌っているんですね。まあ、そんな曲です。あの皆様もあの曲終わりね、それぞれに、大事な人の名前を思い浮かべつつお聴きいただけたらと思いますけれど、こんな曲です。 A baby just like you。 The season is upon us now, the time for gift and giving.As the years draws to its close, I think about my living. The Christmas time when I was young, the magic and the wonder. The colors dull and candles dim and dark while standing under.Set my soul to dream.
うちにあのクリスマスソングのコーナーは終わっちゃった。ね、もう来年もっと仕込んでくるか。ね、一曲一曲がねクリスマスソングって短いからあっという間に終わっちゃいましたね。じゃあいよいよね。市に制定された、ね、あの日野市60周年のお届けしたこのクリスマスライブもいよいよ佳境に差し掛かってまいりました。次の曲はねあれですよ、なんか不思議なちょっと不思議な歌詞の曲で、なんだろうな、ジョン・プラインっていうね、あのソングライター、アメリカのソングライターが書いたちょっとなんか謎めいた曲なんですけれど、ちょっと文明批判的なことも歌ってるのかな、あのテレビを壊せっていう曲なんですけれど、もうテレビなんかもう壊して新聞もほっぽって、もう田舎に帰って、ね、子供を家族を養ってまっとうに暮らしましょう、暮らしなさいよみたいなね、そんなことを歌っている、曲なんですよ。で現代でいくとね、もうテレビなんて別に壊すまでもなくて、もうね、オワコンになりつつありますから、なんでしょうね、スマホを壊せとかね、そういうことなのかな。でも、なんだろう、この時代にこう文明批判とかする人はもういなくなっちゃいましたよね。けしからんとか言ってね、こんな文明ばっかりけしからん、ね、田舎に帰って、もう電気も通ってないところ行って、ね、暮らしましょうみたいなことを言ってある人ももうあんまりいないんですよ、まあ、だって便利だからねスマホがなかったらね、ソウル経営にも来られないじゃないですかここだっつって調べてくるでしょ。だってはい、じゃあそんなことを歌った、もうそんなことを歌った曲なのかわからないけど、そういう曲です。テレビを壊せ。On my way to Montreal, felt the face to chase against me.
それではね、いよいよおすすめでございますよ。大丈夫ですか。皆様、これは12弦ギターと申します。12弦ギターというのはですね、弦が12本あるんですね、いっぱい弦があるからチューニングが大変なんだよね。あのジョン・デンバーはね、ごめんなさい、あの今日僕はね、この手ぶらで歌って、あのジョン・デンバーでございみたいな言ってるけどね、あの違うんですよ、本当はあの弾き語りのもう神のような人なんですよ。マシーンのように巧みなギターをね弾きながら、もう素晴らしい声で歌う、もう超人のような人だったんですね。あのもう我々ごときはね、こう分業しないと、分業しても全然もう足元にも及ばないんだけど、ね、そう本当にね、僕もあのいろんな人をね見ましたけどね、あの人はすごかったね、神がかっていたと思うんだよね、ミュージックマシーンだと思いましたね、うん。はい、じゃあ もう少しジョン・デンバーを絶賛しましょうかそう、あのなんだろうね、ジョン・デンバーあのコンサート何回か見ましたけれど、なんでしょうね、神がかってたんですよ、僕が見たコンサート、1983、ちょうど40年前ですね、ちょうど40年前に見たコンサートがすごい神がかってて、おお、このでかいホールの隅々までを支配しとるわっていうね。どうしたの。あ、カポがね、それは一大事ですね、そう、ジョン・デンバーのコンサートの時っていっぱいギターが後ろに置いてあって、こういう時のために予備の12弦ギターも置いてあるんですね。で我々下々のものはもうある楽器で何とかしなきゃならないんですけれど、そう、まあ、12弦6弦あとチューニング違いのギターも置いてあって、まあ5台6台のギターがずーっと並んでて、あのコンサートのその幕間とかにこうやってファンをギターを眺めるわけですよ、ね、そんなコンサートの思い出がありましたね。あ、ジョン・デンバーの、あ、いい音が来ました、いい音が来ました、12弦ギターの大丈夫そう、はい、じゃあジョン・デンバーといえば12弦ギター、12弦ギターといえばこの曲です。安心してくださいヒットしました You fill up my senses Like a night in a forest Like mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you
Thank you.
繰り返す。こうなってたんだ。椅子が背もたれが長くて終わりかな。危ねえ。このエンジンも新しい。削りたくもなりますよね。もう勢い余ってパンチョさんものけするぐらいの感じでね。パンチョさん、そろそろ声が出るようになったでしょ。本当本当だね。まだ声がまだ治ってないね。大丈夫よ。こういう声の歌い手さんとしてデビューしたら、ね、モンタヨシノリさんの後を継いで、それではね、ここでもう一方素敵なゲストをお呼びしましょう。お店の方です。ダスティーブルーさんです。ダスティさんはもうね、長いことですね、この日本にブルースを広めんとしてですね、活動をされてる方なんですね。で、ごめんなさい、なんか今日はなんだろう、ソウル K さんってもうね、その名の通りやっぱりブルースであるとか、ね、ファンクな音楽をお届けしているライブハウスさんだと思うんですけど、ちょっとね、毛色が違う我々がね、来てしまって申し訳ないんです。もうありがとうございます。いや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 、はい、岸君も2人同じギターの。あ、本当だね。本当だ。テレキャスターだ。ダスティさんはもう一年中赤のつなぎを着てますから、いつクリスマスが来ても大丈夫。ありがとうございます。じゃあ、皆様安心してください。ヒットしました。これはでももう本当に今日唯一皆さん全員がご存知の曲かと思いますんでね、一緒に歌ってもいいんですよ。一緒に歌っても。じゃあ行きますよ。待ってね。のけぞ、ね、のけぞる勢いで行くよ。ワン、ツー、スリー。 Count me rose, take me home to the place I belong, West Virginia, Mount MamaThank you all, country road.
はい。